今回はピアニストのマル秘トレーニングというテーマでお話をお届けします。ピアノを弾きこなすためには手を自由自在に使える必要があります。鍵盤の上での練習はもちろん必要ですけれども、それ以外に鍵盤から離れたところで様々な工夫を取り入れたトレーニングをすることで、この手の自由度っていうのを高めることができるので、今日はその手の自由度を高められるトレーニングを3つご紹介したいと思います。その前に、はじめにちょっとこちらをご覧ください。はい、これは何かと言いますと、握力を鍛える筋トレ用の道具です。器具ですね。一本一本の指が握力を鍛えられるように、こうして握るところが分離されています。こうした器具、いろいろな種類が、楽器店にも、あとはスポーツセンターにも、置いてありますけれども、かなり手に負荷がかかるので、こうした器具は使うのはやめましょう。そもそもピアノの鍵盤というのは圧力をかけて握るものではなくて、下にスピード、下ろすスピードをコントロールするものです。抵抗もそんなに大きいものではないので、こうした握力を通常以上に鍛えるような器具というのは全く必要がないので、こういった無理のかかる器具っていうのを使うのはやめておきましょう。では、一体どういうふうにトレーニングをしていけばいいのかと言いますと、例えば有名なところではピアニストアリス・サラオットさんがルービックキューブを常に持ち歩いて手の運動に使っているというのは有名なところです。私もいくつかルービックキューブというのを持っていますが、例えばこうした小さいものでも手首の回転の運動にもかなりなりますし、指先のトレーニングにもかなり有効に使えると思います。またサイズもいろいろありますし、少し大きいものではこうしたものならかなり手首の体操に使えますし、あとは形の丸いものもあって手に馴染んでいろいろな動きをすることが可能です。どこにでも売ってるおもちゃなので、そして、値段だってそんなに高くないものですから、一つ手に入れて、まあ 2×2×2 とか 3×3×3、 まあせめて 4×4×4 ぐらいの大きさのものをカバンにも入れて持ち歩いて、暇な時に少しいじって遊んでみるといいと思います。かなりいろんな動きを自然にするものですからおすすめです。そして次におすすめなのは、これは、手先が器用な職業といえば皆さんが何を思い浮かべるか、ちょっと分かりませんけれど、私は特に手先が器用な職業というとマジシャンを思い浮かべます。トランプ一枚一枚の感覚とかも感じ取るほど器用な手先を持っているマジシャンがやっている方法というのはピアノの演奏にも非常に役立つのではないかなと思って、いろいろと観察していますと、ある一つのいいものを、いい道具を見つけました。それがこちらです。これはジャグリングなどに使われるクリスタルボールというものですけれども、これを手のひらの上でこういうふうに回すと、かなり手のひらの中の小さな筋肉をダイナミックに使って、さらに腕の中の筋肉も柔軟に使う必要がありますし、手首をある程度柔軟性を持つことも必要ですし、さまざまな筋肉をこの動作で鍛えることができます。このジャグリングのボール、ちょっと大きいのでなかなか持ち運びは大変ですし、あとは落としたらちょっと危ないので、まあ寝る前とかにベッドの上で、布団の上でと
か、カーペット絨毯の上で少しこういうふうに回しながらちょっと本を読むなり、何か考え事をするなりリラックスするなりしてやってみると、非常に手の筋肉にも有効に働きますので、ぜひ取り入れてみることをお勧めします。そして最後にもう一つ、こちらですね。これはテニスボールです。これは何か回すとか、キャッチボールするとかそういうことではなくて、外で平らなところコンクリートの上とかでバウンドさせること、手首のスナップを効かしてバウンドさせるっていう動作をすることで、かなり柔らかい手首の使い方の練習になります。ピアノを弾くときにフォルテを出すときに少し手首を使ったりしますけれども、その時の動作を練習できるので、こうしたテニスボールを床に向かって投げてみるっていうのは非常にいいと思います。以上、ルービックキューブ、ジャグリングのクリスタルボール、そしてテニスボール、この3つの方法を取り入れてみると、あなたのピアノの腕前がぐんと上がると思いますので、ぜひ試してみてください。今回のレッスンはここまでです。この動画が役に立ったと思う方はぜひ高評価ボタンを押してください。皆様のコメントや高評価ボタンがとても励みになっております。またいつもコメントくださる方も、だんだん覚えて、名前を覚えてきたりとか、どんなことを練習されてるかとかも、分かってきたりとかで、いろいろとそういう方に向けてのアドバイスとかもできるかなと思います。気軽にコメントいただけると、とても嬉しいです。またこうした動画レッスンをどんどん出していきたいと思います。ぜひチェックしてみてください。それでは楽しいピアノライフを。